こちらの句伝物は一部不適切な表現がありますが原文を尊重して読みますことをお断りいたします英国公使ジョージ・スミスの伝第5編第5回月下の奇遇古人を知る節中の密は旧悪を漏らす江戸や政治は昔助門の世話になったと言いい おままきと一緒に家を訪ねます。用語解説」「蓋のゴケ」「別の蓋でちぐはぐになっていること」「屋根屋の棟梁誠治はおまきが清水佐右衛門の娘だと申しましたにびっくりいたしまして「えっ清水のお嬢様ですかこれはまあどうも面目次第もねえ」と おおどおどしながら「まあお嬢さんお前さんはお小さい自分でありましたから顔も忘れてしまいましたが今年でちょうど14年後わっちが前橋にくすぶっていた時清水の旦那には一通りならねえご恩をいただいたことがありましたがあれだけのご神殿のお娘御様がどうして裏長屋へ入っていらっしゃいます?」。 その目の目悪いのはおかみさんでございやすか。はいはい。七年この方、微録しまして、こんな裏長屋に入りまして、心証のことや何かに心配しておりますのも、七年後に父が東京へ買い出しに出ましたぎり、未だに帰りませず、音も沙汰もございませんゆえ、母は案じて泣いてばかりおりましたが、眼病の元で、 昨年からだんだん重くなりこの頃はぱったり見えなくなりましたから弟と私と内職をいたして稼ぎましても勝手が知れませんから何をしても損ばかりいたしお恥ずかしいことでございますがお米さえも買うことができませんところからお金の抵当にここのおばさんにこの観音様を取られましたから母は 神仏にも見放されたかと申して泣き続けておりますからどうか母の気を休めようと思い旦那を取ると申しまして実はおばさんから観音様を取り返したのでございます。どうも誠、ま、にどうも思いがけねえことで水の流れと人の行く末とは申しますがあれほどなご体家がそんなにおなりになさろうとは思わなかった。 お父様は七年後国を出て、へえ、どうも。何しろ、おっ母さんにお目にかかり、詳しいお話もうかがいますが、わっちは屋根屋の政治といって、おっ母さんはご存知でございやすが、こんな三尺に広袖では決まりが悪いから、明日でも参ってお目にかかりましょう。いいえ、母は目が見えませんから知れません。 おなじみならば母に会ってどうぞ力になってくださいましそんなら一緒に参りましょうとんでもねえ話だがここのババアがお前さんに金を10円あげましたかえいいえ五円いただきました3円お金の借りようを返しまして2円残っておりますからあなたへ2円お返し申したのでございます でてえ、ババアだ。十円取って五円くすねたのだ。しようのねえ、高猾ババアだ。そんなら、ご一緒にお前さんの家へ行きましょう。と、これから二人連れ立って外へ出ると、一軒置いて隣は、清水十二郎のうちでございます。おまき。おっかさん、ただいま帰りました。どこへ行ったのだえはい。 慶安の,お寅さんのところへ参りました。と言いながら誠寺に向かい、あなたこちらへお入り遊ばします。ええごめんなせえ」と上がってみると朽釈二軒の胸割り長屋ゆえ戸棚もなく片絵の方へボロヤグを積み上げこちらに立ててあります二枚折りの屏風は破れて取れた蝶津貝のところを よりでゆわえてありますから前も後ろもまわる重宝な屏風で保護針のあんどうのそばに火鉢を置き土のごとくにふたのごけになってつまみの取れている土瓶をかけ番茶だか湯がぐらぐら煮立っておりまして十二郎というおとなしい弟が母の看病をしておりますええおふくろさん おふくろさん、はい、どなたで元すか。おまき、あの、このお方は、おとらさんのうちに来ていらっしゃった、屋根屋の棟梁さんで、おっかさんを知っていらっしゃいまして、どうしてこんななりにおなりだ、お気の毒なことだと言って、見舞いに来てくだすった。前橋にいた自分のおなじみだということでございます。はい。 わしは目が悪くなりやんしてお顔を見ることもできませんがどなたでございましたか誠治。ええ、おかみさん。あんたはまあどうしてこんなにおなりなさいました。十四年後お宅で五百回になりやした屋根屋の誠治でございやす。おう、誠治か。おお、まあどうもまあ。 思いがけない懐かしいことだなこんなに落ちぶれやしたよ恥ずかしくって合わす顔はございやせんよええごもっともでございやすあれだけのご神帝が東京へ来て裏住まいをなさろうとは夢にもわっちは存じやせんでしたお嬢様も小さかったからわっちも気がつかなかったが観音様のお寿司に 旦那のお名前があって分かりましたが受けたまわれば旦那には七年後お国を出たぎりけいらないとのこと飛んだわけでございやす忘れもしあせんわっちが堂落をして江戸を食い詰め前橋へ参っておって当領のところから弁当を下げてあなたのところへ仕事に行った時わっちゃんあのくらいなどびさしはねえといまだに目についています サワラの十二枚八刃足で大したものだ。いまだにあなたのお暮らしの話をしておりますがあの時はっちゃ道楽の罰で傘をかいて医者も見放し棟梁のところに増用がたまり薬代も払えずどうしたらよかろうと思ってると旦那がてめえの病気は薬や医者では治らねえからこれからすぐに杜氏に行け。 俺が二十両やるとおっしゃってお金を下すったその自分の二十両は大したものだその金をもらって草津へ行きすっかり杜氏をして帰りに沢渡りへ回り体を洗って帰ってきた時旦那が誠治てめえの病気の治るようにこの観音様を信心してやったから拝めとお前さんもそう言って 他人のわっちを、こか何かのように親切にして下さいやして、まことにありがてえと思い、その時のご恩は死んでも忘れやせん。わっちはあれから東京へ帰ったが、この時節になりやしたから、大阪へ行ったり、またちっとばかり知るものがあって、長崎の方へ行ってくすぶっていて、存じながら手紙もあげず、ご無沙汰をしやしたが、 よようようこっちへ経理今では鉄砲図の新湊町におり棟梁の端くれをいたし捨方を使う身分になりましたから前橋の方へご機嫌伺いに参りましょうと思っておりやすところへうれしい一生懸命で拝んだ観音様だから忘れはしませんその観音様から清水様のお嬢さんということがわかり まことに不思議なことでございます大したこともできませんがこれから先は及ばずながらお力になります心持ちでございます。気を落としてはいけませんしっかりしておいでなさい。旦那は七年後東京へおいでなされお帰らないのに探しもしなさらないのかね。はいよくまあ恩を忘れず。 尋ねておくんなさいました今まで情けをかけたものはあってもこっちが落ち目になれば尋ねるものはありませんがあんたも知ってる通りだんだん世の中が変わってきてお屋敷がなくなったから御用がないところからよせばええにいろいろは旦那丼も手を出したがみんな損ばかりしてだんだん死んでを悪くしただ」。 するともう一旗あげねばなんねえと言って電池も家も蔵も低糖とやらにして3,000円の金を借りその金を持って動物屋とか洋物屋とかを始めると言って横浜から東京へ京田市に出ただよところが他に馴染みの宿屋がねえと言って晴海丈助様は名橋様のご重役で 神田の佐久間町へ宿屋を出したというからそこに泊まっていて敬出しをすると言ってうちを出たぎり帰らずあんまり案じられてたまんねえから十次郎を探しにやったところがこっちへ来たことは来たがすぐ横浜へ行ったがまだ帰らねえかと言われせがれも驚いて帰り手分けをして処方を探したが 一向に知れず七年この方手紙も来ねえからひょっと船でもひっくり返って海の中へぶちはまってしまったかまたはたくさん金を持っておりやしたから泥棒に金を取られたのではないかと出た日を命日と思っていたが帝都に入れた電池家倉は人に取られ寝台限りをして 江戸へ来ても馴染みがねえから何をしても損をしただよ貧乏の苦労をするせいかとうとうしまに目はつぶれ高校な子供二人に苦労をかけやんす誠二どん力になってどうぞ子供ら二人をかわいがっておくんなさいよ」と涙ながらに物語りましたから政治も もらい泣きをして「へえへえそれはまあお気の毒なわけで及ばずながらどんなにもお世話をいたしますがわっちも貧乏でありやすから大したこともできますめえがあなた方3人ぐらい食わせるのに心配はありません」と言いながらおまきに向かい「お嬢さんここにいらっしゃるのは」。 ご子息さんでございやすか、初めてお目にかかります。十次郎、わしは十次郎と申しやす、部長法者ですが、どうか何分よろしく願います。へえ、へえ、及ばずながらお世話いたしましょう。わっちはもう帰りやす。担当の持ち合わせはございませんが。 ここに金が10円ありますから置いてまいります。おたしにはなりますめいが、また4、5日のうちに手間料が取れると持ってきます。これはどうもいただいてはすみませんと押し返すをまた押し戻して、あれさ、取っておいてください。7年後に出た旦那がけいらねえのは不思議なわけだが。 そこへ泊まって買い出しをするといった晴宮という宿屋が怪しいと思いますが過ぎ去ったことだからしかたがない早くわっちが知ったらば調べ方もあったろうにええー、しょうがねえ何しろわっちはほかに用がありますからまた近いうちにお尋ね申しやす次節を待っておいでなさい母 茶はないが「お湯でもあげてなんぞ菓子でもあげてえもんだが貧乏女体だから仕方がないどうかまた四五日うちにおいでなすってください」「また良いお医者様があったらばお世話いたしますお構いなすってくださいますな」と言いながら立ち上がるから「まことにありがとうございます」と娘とせがれは見送ります。 さようなら、と、誠治は表へ出ました。誠治が十二郎の家を出て歩いていると、ある鍋焼きうどん屋と立派ななりをした男が怪しい話をしていたのが近くで聞こえました。用語解説、駒下駄、大も葉も一木から作った下駄。誠治は、 まことにお気の毒だと、真実ものゆえ心配しながら、鉄砲図新港町へ帰ろうと思いますと、ちらりちらりと雪の花が降り出しまして、往来はぱったり途絶え、夜もよほど更けております。川口町からただいまの高橋の田元へかかりますと、吐いておりました下駄をかくりと踏み返す途端に、横花をが緩みました。 「ああ痛え痛え下駄を横にひっくり返すとめっぽうけえ痛えもんだこれじゃあくことができねえ」と独り言を言いながら腰をかけるものがないからかしに並んでおります蔵の差し掛けの下で横鼻を立っておりますとピューっとふっかけてくる雪風に肌が切れるばかり震い上がるりから 橋のたもとでパタパタパタッと内ちの音がいたしましてしわがれ声で「鍋焼きうどん」と呼んでおりますところへポカリポカリとこまげたばきでくるものは立派な男でなりはラッコの耳付つきの帽子をかぶり白ちりめんの襟巻きをいたしあいみじんの南部の小袖に黒ラシャの羽織を着てパッチしりからげ つきのこまげたをはきどうもなべやきうどんなどを食いそうななりではありませんがずっとうどん屋のそばへより「うどん屋さんいっぱいおくれ」「へえただいまあげます」といいながら顔を見合わせ「へええこれは」「大きにまちどうだったろうなもっとはやくでようと心えたが」 何分出入りが多人数で、奉公人の手前もあって、出ることはできなかった。待つのは長いもんで、おまけに橋のたもとだから震え上がるようで、原骨で水っぱなをこすって今まで待っていたが、雪催しだから大方は来なかろう。そうしたら明日は君の家へ行くつもりだった。こないだ君が、 俺の家へ、まあ鍋焼きうどん屋の姿でずかずか入ってきたから奉公人も驚き僕も困ったじゃないか。何で困る君は今川口町四十八番地へあのくらいな加盟をしてその上晴海と人にも知られるような神霊になりながら僕はこんな不定裁だ。見なりができるくらいなら、い 君のところへ無心には行かんが実は身の置きどころがなくってうどん屋になったまさた作だここで1,000円の元手を借り何か商法に取りつくのだ君もまた貸したってよろしいじゃねえかそれもいいが郵便をよこすにもわざと鍋焼きうどん屋さくと書かれては困るじゃないかそうしなければ 君が出てこねえからだ。もし来なければわざと何本も何本も郵便をやるつもりだ。まあいいじゃねえかあれだけの仮名で1,000円くらい貸してもいいわけだ。元は一つ屋敷におり君は体力を取り僕は小心者ご一心の後君は弁済があってまことしやかにこういう商法をやれば。 盛大になろうというとから僕が命の綱の金を君に預けたところ商法は外れ困ってるところへ3,000円の金を持って出てきた清水助右衛門をぶち殺し「おいおい静かにしたまえ」「だからいいやしないから1,000円の金を貸したまえ」とこう言うのだそれがあるからこうやって 金をを貸す方でで足手を運んで雪の降るのにわざわざ橋のたもとまで来たのだから本当にいい金貸しを持って幸せではないか。僕も金箱と思ってるよ。ジタバタすれば巡査が聞きつけてくるようにわざと大きな声をするぞ。ことが破れりゃ同罪だ。静かに静かに。 あいにく今日はみそかで禁煙が入りようでまとまった金はできんがここへ50円持ってきたからこれだけ受け取っておいてくれ後金は来月5日の晩には遅くも12時までに相違なく君の宅まで持っていくから待っていてくれたまえだから100円だけ持ってきてくれというに刻むなあ。 五十円ばかりの破れ札だが受け取っておこうそんなら来月五日の晩の十二時までによろしい心得た千円だぜ千円のところはやるめえもんでもないが君スケ助門を殺した時三千円の預かり証書を着服したろうからあれを返してくれなければいかんぜ そんなものはありゃしねえが、また君が軽く金を持ってきて、この他に100円か200円やるからといえば、預かり証書も、でめえもんでもねえから、5日の晩には待ち受けるぜ。もう、うちへ帰るか。50円の金が減ったから、すぐに帰ろう。ええー、寒かった。一緒に行こう。 君は大きな声で怒鳴るから困るじゃないか。僕は先へ行くよ。どうせあっちへ帰るんだ。一緒に行こう。と鍋焼きうどんと立派な男と連れ立って行きます。こなたに最善から計らず立ち聞きをいたしております誠治は驚きました。もっとも細かいことは小声ですからよくはわかりませんが、 スケエモ門を殺した時に3,000円をということを確かに聞いて「さては3,000円の金を持って出た清水の旦那を殺した悪人は彼ら2人に相違ない」「どこへ行くかと見え隠れに後をつけて参りますと一人は川口町四十八番地の店蔵で六軒間口の立派な構えの横丁の方にある 内玄関のところをほとほとと,と叩くと内から開きを開け奉公人が出迎えて中へ入るうどん屋は上島橋を渡って二丁目三十番地の裏長屋へ入るからそっとついてゆくと六軒目の長屋の前へ荷を下ろしてガチリッと上総堂を開けて入るから聖治は心のうちで。 こここいつこ、こに住んでるのか。不思議なこともあるものだ。清水十二郎様のお宅はここからちょうど試験目で一つ長屋に敵同士が住んでいながらこれでは知れないはずだ。よしよし5日の晩には見表して3,000円の金を取り返して清水の旦那のあだを返さずに置くものかと歯ぎしりをしながら。 その世は帰宅いたしまして12月5日の夜秋棚に忍んで伊部森又作の様子を探り旧悪を見表すというところはちょっと一息つきましてすぐに申し上げます。第6編へ続く